アワビやウニなど高級食材の宝庫、南三陸町の志津川湾で密漁を防ぐための関係機関合同の訓練が行われました。昨日行われた訓練は波田屋漁港の沖合でアワビの密漁が疑われる不審な船が発見されたとの想定で行われ、地元漁協のほか警察と海上保安庁の職員らおよそ50人が参加しました。訓練では不審な船を発見した漁協の監視船が海上保安庁に通報、通報を受けた海上保安庁の巡視艇や警察のヘリコプターが船を追跡して漁港の中へと追い込みました。さらに上陸して逃げようとする密漁者を海上保安庁の職員と警察官が協力して制圧するなど、密漁取り締まりのための関係機関の連携方法を確認しました。南三陸町では来月からアワビ漁の本格的なシーズンを迎えるため、漁協では警戒を強めています。こういう訓練を発信することがですね、密漁防止のつながると、万一ねそういうことがあったら警察、海保、漁協みんな協力して取り締まりしますよということで、まあ有意義な訓練だと思います。